皆さんこんにちは。運動学から考えるフラ、ハラフラを変えるなのアスカカマイフです。今日は手をしなやかに動かすために盲点になっていることについて説明します。ハンドモーションをしなやかに動かしたいのになかなかうまくいかないと思っていらっしゃる方、今回必見です。意外と盲点になっているのが脇になります。ハンドモーションをしなやかに見えさせるには脇の使い方が大切になります。で、まず一つ目は脇を締めるです。で、二点目は脇を下に引っ張るです。この2点をしっかり押さえているとハンドモーションをしなやかに見せることができます。具体例を挙げて説明していきますね。で、山のハンドモーションを使います。で、脇がしっかり締まっている場合は山のハンドモーションはこのようになります。1、2、3、このような形ですね。で、それに対して脇がこう空いているというか緩んでいる状態の山のハンドモーションは次のようになります。いきますね。1、2、3。次は脇を下に引っ張る説明をしますね。手を上げるのに伴ってどんどんこの脇の下を下に向かってこう引っ張るような形で作っていきます。山のハンドモーションですね。1、2、3、このようになります。で、それに対してここが全然引っ張れていない状態で手を上げていく例をしていきますね。1、2、3、比べてみると一目瞭然ですよね。ハンドモーションをしなやかに作りたい場合は脇を締めて下に引っ張ると効果的です。ぜひやってみてくださいね。で、今回は全体的な説明をしましたが、今後個別に脇を締める方法、脇を下に下げる方法というのを説明していきたいと思います。ぜひご覧くださいね。今日は手をしなやかに作る上で盲点になっていることについて説明しました。ポイントは手をしなやかに作りたい場合は脇の使い方を見直すです。ありがとうございました。この動画を見て参考になったと思われた方は高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。またリクエストがあればコメント欄にご記入ください。では次の動画でお会いしましょう。